ヒラノシオギャロアセイソ派ロングオアボブ好きなタイプを正直回答。こんにちは、皆さん。今回は、注目の若手俳優、ヒラノシオが自身の公式インスタグラムでファンからの質問に回答し、好きな女性のタイプについて明かした内容をご紹介します。 心温まる回答にファンの間で大きな反響を呼んでいることからもわかるように彼の人柄と魅力が溢れる一面が垣間見える素敵なエピソードとなっています。平野仕様はファンからの質問を受け付けるためにインスタグラムのストーリーズ機能を使用しました。恋愛系の質問にも積極的に答えていく姿勢を見せ、全然答えられるよ笑いとファンに対して答えていたそうです。ロングとボブどっちが好きという質問には 彼は、ないかなその子が似合ってればなんだって好きよとのコメント。見た目のスタイルよりも、その人が自信を持っている姿や魅力を大切にする姿勢が伝わってきますね。また、私ガリガリやねん。あかんやんなという声には、大丈夫。俺がぽっちゃりにしてあげるよと、思いやりのある返答を。人の外見に対して偏見を持たず、すべての人を受け入れる温かい心を持っているようです。そして、 お酒好きな女の子嫌い。という質問には、悪酔いしない子がいいかな、飲んでもまれない子ってやつかしらと、理想のタイプを率直に語っています。資料深く、振る舞いが上品な女性を好む姿勢が伺えますね。さらに気になる質問として、ギャルか清楚どっち派には、どっちも好きだよ。笑い、なんか女好きみたいに聞こえるけど、そうじゃなくて笑い、その人が好きになれば何でも好きだよってこと、笑いと、 自由な発想から来る心の広さを覗かせています。誰かを好きになる際に、その人の個性や魅力を尊重する姿勢は、共感を呼び起こします。さらに、SUV 乗ってる女子どうには、いいじゃん。てか運転してる女の子好きだよ。と、現代的な女性像を支持していることも明らかに、自立心の強い女性に惹かれる姿勢が見て取れます。そして、メガネ女子は好きですかには、 正直に言うと、メガネ女子っていうかその子が似合ってれば好きですと、外見に関係なく、個々の魅力を重視するスタンスを示しました。これらの回答に対して、ネット上ではファンから、好きな女性のタイプで、その子が似合ってれば、手部分が一貫してて素敵、芯が広い、好きなタイプ参考にします。やっぱり大好き、たくさん答えてくれてありがとうといった声が寄せられています。平野仕様の素直な気持ちと人柄が、 ファンに愛される理由の一つなのでしょう。彼の魅力は、ただ俳優としての演技力だけでなく、心温まる人間性にもあると言えるでしょう。今回ご紹介した内容は、平野紫耀のファンだけでなく、多くの読者にとっても心温まるエピソードとなることでしょう。これからも彼の活躍と、人間的な魅力に期待したいと思います。記事、モデルプレス編集部。